さあ、エドワード選手のミドルから。決勝だけはですね、同一画面でやらせてもらいます。切り替え方式ですね。1.34cm。さあ、1.7cm。1.2cm ですね。さあ、小野圭太選手先行のゲーム、決勝戦は、いつもこの画面でやってくれって言われるんですけど、これ結構めちゃめちゃ手間かかるんで、これはですね、決勝戦ぐらいしかちょっと使え、やり、決勝、準決ぐらいから、まあそれも時間かかるんでね、決勝だけに使う画面なんですけど。さあ、82点取ってきます。さあ、97点取って361残り281から261。まあこの辺 PDC 選手のやってることですよね。6スローで、大体261とかね、そんな感じでいくんですよね。さあ、60からの263、203からの、うわー、ここで203から143、ナイスアレンジ。恐るべし、小野圭太。さあ、ここロースコアで上がり目出せず、小野選手が一気にチャンスを広げます。143残り。123から、さあここで166から、66残り、あ違う、6、そうですね、66を14でいったんですね。24ですね。66を14からいってトリプルに入れると24度ですね。さあ、アレンジからの16ダブル。いやー、狙えてる。恐るべしのゲーター14キープですね。さあ、エドワード、100取って401。そして、スイッチして77取ってきます。もう一本決めて96、405残り。さあ、ここで少しね、あんまり横ずれしないんですけど、エドワード選手少し後半ぐらいから横ずれが出てきましたね。小野選手、ここ乗り切っ、ここチャンスですね。345から、285から、きたー、225残り。恐るべし小野圭太。いやー、もう腕振れば入る感じになってきましたね、小野選手。225残り。
さあどういう風な数字出すんですかね。でも60が合ってるんでね、60から100取って225とか、もう一本、もうそんな感じじゃないですね。もう140いく感じですね。これブルーですね。105取って120残り、212残り、192から、これ3投目ブルですよね。これ3投目ブルいって167って数字作らないといけない。こういうねアレンジミスはもったいないですよね。トリプルからアレンジからの20ダブル、あー強いわ小野啓太恐るべし。いやいや本当にすごいですね。12ブレイクですよ。もう本当に覚醒した感じですね小野啓太。だからやっぱりこうアレンジと同時にスキルを上げていかないと、もうそのもうアレンジもですねどん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 進歩しますからね。さあ20からもうカウントアップでね点取りはめちゃくちゃできてるんで、全然できてますよ点取りは。あとアレンジとね140、これ多分ですね5月15日は多分世界ワールドクラスのダーツがひょっとしたら、あまあワールドクラスは大げさやな、ワールドクラスの一歩手前ぐらいのダーツ見せれると思いますけどね多分。そしてさあもうこれやばいですね。ここまで打つ選手はなかなか見たことないですね。221残り、さあここも140取って81とかね数字作ってくるんでしょうね。それか最後ブルいって76とか来るんでしょうね。さあここでもやりたい方ですね。116、さあ60取って204、116残り、さあこれ20、19、20からいく、得意の20ですね。もうさあまた来たですね。16アレンジからの20ダブル、いやーこれやばいっすね。14、12、12ですね。いやーこれ小野選手 PTC 行けばいいのね本気で。めちゃくちゃ稼げますよ PTC 行ったら、ランカーになろうもんなら。もう本当にね PDC で活躍すればねアホみたいに商品売れますからアホみたいに。コロナでねズタボロになった我が社がねなんとかかんとかなるぐらい商品売れてますから、本当にすごいですよ。あーここスタッキング45、さあサイドから、さあそして80取って100取って356残り、320から260、240、
さあ180まで上がり目出せず。さあエドワード選手もちょっとね、小野選手の迫力に押されてましたが、60から296、そして236から上がり目は出せません。おー、ここでもトンヘイティ20ライン120160からのアレンジまで、何だこのダーツ。176残り、やっぱ参加ずっとしてきてる選手ってやっぱ本当にどんどん進歩しますよね。さあ118ですね、今のね。さあ、あれ、あと20からの10、そこをダブル、ここ決めたい。いやー、決まった。もうこの2人たちはずっと見ておきたいですね。さあ15キープした後の小野圭太選手先行のゲーム。さあスイッチしての77から。さあ134取って167残り。あー、ここ58で443。さあ小野選手19スイッチしても2本決めてきてますからね。20もうどこでも入るからですね。さあ来た、307から。さあ302、282残りに対して443、140欲しいですね、ここ。うわあ、ここは厳しい。282残り。140取って142残り。スイッチして39から。あー、ここは珍しくミス。384180欲しいですね。140欲しいですね。100欲しいですね。あー、ここトリプルから、まず239残り。さあここ難しいですよね。60絡まないと。まあ絡むか。179から、そして99取って140残り。325から、60取って265、そしてもう一本。あー、ここで意地のトンエディ。さあどういう風にしてこのゲームを小野圭太を収めるのか。20ライン、トリプルからのアレンジ。おお、そして10ダブル。いやー、ちょっとやばいっすねこれ。いや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 、恐るべし小野圭太。いや、これはね、本当にすごいとしか言いようがないですね。14、12、12、15、15というね。はい、もう PDC 行っちゃってくださいっていうようなね、ダーツですけど。